というわけで今回はあの亡国のタイドライン、アロー魔法陣ダミーを作った、あのメディ&リューワークスの獣ポリスをやっていこうと思います。おー、新作。出ました。うだつワクワクドイツゲーム実況プレイ。この世のどこかにあるという獣たちの都、獣ポリス。そこには3つの種族が住んでいました。自由を愛する革新的な気質の猫族、伝統を重んじる保守的な気質の犬族、何事においても重要を好む羊族。3つの種族は日夜町の支配権を通した縄張り争いを繰り広げておりました。さーて、今宵ケモノポリスを手中に収めるのは果たしてどの種族でしょうか。ケモノポリスはプレイヤーが犬族、猫族、羊族の各種族の代表となり、プレイボード上にカードを配置してテリトリーを支配していくゲームです。プレイボードには横に6つ並んだ枠が6段あり、それぞれの段ごとに得点となるテリトリーが存在します。プレイヤーはプレイボードに自身の種族のカードを配置することでテリトリーの支配を強めていきます。プレイヤーが3人以下の場合は個人戦となります。プレイヤーが4人以上の場合は種族別の陣営に分かれて競うチーム戦になります。より多くのテリトリーを支配し高い得点を獲得できたプレイヤーが勝者となります。じゃあちょっとまず先に陣営カードを配っちゃいます。じゃあ陣営は犬族と猫族と羊族がありまして、はい、まあ、犬に猫に羊1みたいな感じな、じゃあ猫族、猫族、じゃあヒロと俺が猫族、犬族、犬族、ユミと石が犬族と、いいね、ユミちゃん犬大好きだ。犬です。羊族です。のこの三種族がテリトリーを、このケモノポリスっていう町の警察じゃないかな、ポリス、ポリスは町の方で、あのギリシャとかローマとかのポリスの方で、のポリスのテリトリーを奪い合っていきますよっていうゲームになります。でこれ面白いところが、この盤面平面じゃなくてちょっと塔みたいな感じでこうどん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 積み上げていくような形で、カードを置いていかなきゃいけないです。でこのテリトリー、各テリトリーごとにこの階層ごとに点数が決められてるような感じになってまして、今回はこの1段目は犯罪地帯でマイナス2の地帯、つまり、まあ、うちら の, その自分たちのテリトリーにするっていうよりかは相手のテリトリーにするようにカードを置いていかなきゃいけないって、そのカードをちょっと配っていこう。でこのカードもちょっとね、配り方がドラフト制になってました。ドラフト制、ね、会議するんだ、野球みたいね。名前書いて投票ボックスに、こいつが欲しいってやつ、そうで競合しちゃったらこう2人で、ね、いい条件を出してってやつ、プロ野球のマークが書いてたら当たりだと思ってこうガッツポーチ、違えてガッツポーチしちゃう。うちの年俸はこれだこれだから似たようなで、これもう自分の手札の中から、今10枚配ってるんだけど、まあ、5人プレイだと2、4、6、8、9枚配っているんだけれども、この中から半分5枚を残してちょっと1回戻してください。例えばその自分猫族だから猫族のカードいっぱい集めようとか、今マイナス2の地帯が出てるからちょっと相手に押し付けたいから犬族のちょっといいの
もらっとこうとか、うんうんうん、その辺の戦術が組めますよっていうところがドラフト制っていうところで、うん、なるほど。我が元に猫の魂で、手札のカードには犬族と猫族と羊族のマーク、うん、とそれぞれの色、3色の色があって、青、緑、オレンジのカードがあって、うん、さっきあの積んでいくって言ったんだけども、うん、この積んでいくときに同じ色じゃないと上の方に積めませんよっていうルールがあってです、うん、まあ、ちょっとこれ積んでいってからちょっとまた改めて説明しようか、うんうん、じゃあちょっとどんどんテリトリーっていきましょう。よし、よし、じゃあヒロから。よし、じゃあまずはここだ。で、この階層ごとにそれぞれこの鍵のマークの場所があるんだけども、うん、この鍵のマークのところにカードを置くと次の1個上のエリアがオープンされます。次は墓地で、マイナス1だ、さっきマイナス来るな、マイナス2から4まであるんだけども、すごいね、こういうこともある、うん、別にこれ地下2階1階とかそういうあれじゃないから、うん、なるほど、ね。まあ、上に上がっていくと高得点が狙えるかもしれない。そうだね、確かに、ね、そうね。よし、じゃあ、はい、おー、落としめるね。いきなり猫族を落としめに落とし入れようとしているので、ここは犬族にちょっと上げますんで。いらないよ、いらないよ、いらない、いらない、そうないね。羊さん、ここは犬ですよ。ここは犬ですね。あ、いいですね。ワンちゃんの、ワンちゃんの住まいですよ、ここは。ちょっと待って、うん、じゃあこれはこれを出す。おいおい、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 羊さんのままに一人で頑張ってんだよ、こっちと、うん、羊とね、あの、ね、みんなで分かち合わないとダメだね。あ、そうね、分かち合わないとね。なるほど、うん、じゃあ、犬さんで、ね、ほら、で、今これ埋まっている状態になるんだけども、例えばこの状態でゲームが終了した場合、この左上の方にエンブレムのマークがあって、このマークでちょっと計算するような形になります。例えばこれだと犬が 1,2,3,4 ポイント、猫が 1,2 羊が1ということなんで、今の時点であればこれは犬族のテリトリーになっている、つまり犬族が今マイナス2点状態になっている。うん、なんていうことだ、大変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 だ、頑張れワンちゃん、こいつは大変だ頑張れワンちゃんって同じじゃないですか、羊さんじゃあ次、どっちでしょう。で、どんどん階層を上げていくんだけれども、ここでさっきの色が登場するわけだね、うん、今回あのユミちゃんが置いたのがオレンジ。オレンジはこの下の段にオレンジがないと置けないですよ。例えばここだとオレンジが下にないので置けませんといった感じ。もし色がもう本当になくて本当に置けない状態になったら裏向きにして置かなきゃいけないっていう状態になっちゃうので、そこはちょっと気をつけるような形で。ほい、犬にあげるよ。あ、え、オペをやめよう。いらないけど仲良くしようよ。仲良くしようよクーンって言ってる。クーンって仲良くよー。どうした、羊さん。夜はユミちゃんのワンちゃんブサイクだなんだろう、せっかく可愛いんだからもうちょっと可愛いって言ってやりなよ。うん、羊さん、頑張って猫を落とそうよ。やばい、頑張ろう頑張る。さっきの嫌だったんだね。よし、たんだよ、分かった。じゃあ、ワンちゃんをおいおい、ドレス羊じゃねえか。ダメだよ。どうしようかな。じゃあ次のところをオープンしちゃおうかな。お、鍵が開けられたので、ちょっとここがオープンしてない状態だけれども、次の階層がオープンになります。次は映画館2点、ここもピンチだよね、うん、なんてこと、そんなことないよ。やめてくれよ、数えたんだよ。やめてくれよ、最後だよ
きのちょうだい。ちょうだい。じゃあ、猫さんにあげるよ。いいよ、もう。で、くばけます。あ、そう。あ、そう。うん。で、次の回数は2点。うん。うん。うん。じゃあ、2点のところは欲しいかな。猫がどんどん置いちゃうんだな。羊だって頑張るよ。うん。うん、じゃあ、俺はもう、あえてここに出てるものを回収しの、羊を置いて、おお、いい、白を置きます。どんだけ羊さん持ってる。で、今その置いた白チップと黒チップっていうのがあって、うん、白チップは今もうすでに置かれているカードを自分の手札と同じ色であれば入れ替えることができるから、あのチップになります。で、もしチップが置かれた先があれば、もうちょっとこれはもうチップが置いてあるところはすでに置いてあるところから交代することはもうできなくなってしまう。うん、じゃあどうしようかな。よし、じゃあ同じようにこの猫をこれで交換しよう。で、2をもらう。2のエンブレムは各色1枚ずつしかないので、結構貴重品だったんです。なるほど。そんなに貴重品なんだ。犬族ピンチじゃないか、石井ワンワン。うん、そうだな。やっぱり一番下のマイナス2はもっと押し付けた方がいいよ。そうだよね。うん。そんなことないと思う。押し付けてやるんだろ。いや、だからここはもう羊に押し付けよ。どうしてそういうことを言うの？だってみんなひどいよ。うん、だって一人しかいないからさ。じゃあそうしよう。うん、犬族も猫族もみんな笑っていられるためにはね、羊族さんに泣いてもらおうかな。滅ぼしてやる。このポリスやべえ。でもあれ、次私。うん。でも石井ワンワンこれ欲しいんだよね。そうだね。だからね、このエリアを猫族に押し付けるってもありだなと思うんだよね。押し付け合いが始まった。怖いよこのポリス。あ、でもそれが恐ろしい戦いが今始まる。羊族にしよう。共通やめてよ。やめてよ。手持ちな、羊だってそんなにないから。か、色が同じ色じゃないとね。あなんでね。あどんだけ持ってるの私のこと。マイナス P 大きいよやっぱり。そうだね、そうだね。後悔することになるよ。どうしよう石井ママ。いやでもここはもう勝負だから、マイナスには絶対に取りたくないよ、やっぱり。そうだね。うん。こうして社会のカーストが積み上がっていくのである。なんてことだ。じゃあ我々猫族は虎視眈々と2のエリアを侵食していこう。君たちがそのつもりなら僕にも考えがあるよ。何を考えてるの？僕はね、ここにワンワンの2を置かせてもらうよ。すごい。犬対羊。どんどん泥沼の。僕は君たちを絶対に許さない。なんで？猫もダメだよ。一緒に犬を倒そう。一緒に倒す。羊さんとワンワンは君のことばかり。仲いいんだって。もう牧羊犬とかいるのに。追いかけるじゃん。オオカミとかもね。あれは追いかけっこだよ。はい。お、もう捨てに来た。来たね。よし、じゃあもう逆転を狙われないように、うん、置いてもう。1、2、3、1、2、3、4。ちょっとここも危ないんだよね。うん。よし、このこうこう、うん、この黒いチップを置かれた裏向きのカードは黒チップが置かれて裏に置くと、もう何色でもこの上に置くことができますよ。例えばこれだと緑と青
しか置くことはできないんだけども、もしかしたらオレンジが置いてあるかもしれない、うん、これはゲーム終了するまであの裏向きになっているので何が置かれているのかわからないという状態、うんうん、なるほど、うんうん、まあマイナス1よりかは2点をゲットしていきましょうかね。鍵のところで置くと4点を置くきたきた、これは大きい、さよう、よし、僕は強欲なんだ羊を置くよ。じゃあもう早速置いて次をもうオープンにしちゃおう。もうこの一番最上階はどちらかしか選べないので、うん、じゃあ石3がどっちかだな。そうだね、1か3が今眠ってる感じだね。こっちだ、ドン、 1と、うわ羊さん、腹黒いな。そういう感じなの。体毛白いのにうまい。いやまあ4点取るのも大事だけど、ここの2と次の2も取るのも確実必要だ。うん、まあでも4点取りたいよね。当然ね、毎日見ながらね。そう、やめてよその現実は忘れたんだよ、うん、はいはいはい、うん、で、わーあ、チキンもそうだやんすね。やっぱり4点は必要だよねと。そこで来たか。よし、僕の分身をどんどん増やしていくよ。おっと、おっと、羊ここに来て、うん、羊の野郎怖い、友達だったのにそうだな、そうだな、まあ上を取るか、うん、よし、まあ羊が攻めてくるならしょうがない、2を置いておこうか。おお、いいね、これで確実かな。なんと、なんと、あ、ダメか。これ猫と羊が同数になったらどうなるんだ。猫と羊が同数の場合は猫の絵、うん、なんだよ、そうか、うん、そうなると一番上とかかな。一番上ね、点数がね、そんな高くないんだよ。一点だって大事だよ。大事だよ、知ってるよじゃあちょっとまだワンチャン羊あるからね。ちょっと、あ、羊ないかも、うん、ないね、うん、いいや、ホットホッタホットホッキーホットホッタ同数だと猫の家に、うん、猫の猫、そうね、じゃあクロチップを使ってジェットクー、父の敵、そっか、もうここで同数になってもダメなのもね。羊さん、羊に優しくない世界だな。だが、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 諦めない。ふうむ、ふうむ、一番上が空いてますよ、お嬢さんしししかないなここを取るか、うん、次や、もう俺はここを無駄にして、うわー、なんだ、へー、これ分かんないの気になるね。いい、おいしいママ、よし、じゃあどうしようかな、うん、そうだな、4点のとこ埋めちゃいたいね。怖いか、そうだね、埋めちゃおっか、埋め、あ、受けね、あ、グラム受けね、あ、受けね、あ、そうだ、うん、そう、あの裏向きに置いてるカードの上はどんな色でも置くことができる、うん、あぶねえ、うん、ここはもう取れそうもないので上に行くか。デストライゲン1枚残ってる、うん、そうなんだよね。でももうね、犬置いたところでしょうがないから、まあ、結構猫が固まってるから、ね、捨てそうなんだから、まあ、ここは犬さんに花を、あ、送ってあげましょうかね。くやんな、羊はもうただ置くしかないんや、うん、まあ犬も置くしかないんや。くれ、羊を持ってる子は、よし、じゃあ羊
辻やろ。置けないから裏向き。辻やろ。で、これでゲーム終了。うん、で、最後、ヒロがこの裏向きにしておいたカード。これ、あの、まあ、上、青、あ、下か。下、青しかないんだけれども、これ、上、青しか置くことができない。ただ、うん、もし自分の手札の中に青がなかったら、あの、こちら、上、裏向きにして、これはもう、あの、置くことができると。で、裏向きになっていて、こういった、あの、黒チップが置いてない裏向きのカードは、最後の得点計算の時にカウントされないカードになってしまうので、うん、まあ、ちょっと注意してねっていうところで、うん、じゃあ全てのエリアが埋まり終わったので、ちょっとエリアが何点になるのか計算していきましょう、うん、じゃあ最初のエリアは羊が1、2、3で3、猫が1、犬が1、2、3、4ということで、うん、犬がマイナス2点と、うん、なんてことだ、なんてことだ、ごめんね。で、次のじゃ次のエリアは犬が1、2、3で猫が1、2、3、4、そしてここがドドン、羊が危ない。じゃここは猫族が、マイナス1点と、で猫が1、2、3、4、まあ、ここはあれだね、2点、うん、がゲット。ということで今回は、猫族が5点、犬族が1点、で羊族が、まあ、0点なんだけれども、ちょっと羊族、まあ、1人しかいないんでちょっと不利になるんで、最初に持ち点2点持ってる状態でした、うん、なんで2点1点、うん、猫族が5点ということで、今回は猫族の勝利。結構ね、まあ、こんな感じでやっていく。で、羊の場合ちょっと計算方法がもう1個あって、まあ、このエリアが羊にまみれてたら、まあ、羊のエリアになるけども、もう1個羊ちょっと不利なんで特殊ルールがあって、まあ、ちょっと暫定で一番上だけ別に組んでたんだけど、例えばこの6つのエリア、うん、猫が3点、犬が3点とか、同数に犬猫が同数になってしまった場合、これ羊族のエリアになっちゃいます。おお、なんで羊はあのお互いがお互いが争い合っている中で同数になるようにちょっと忍ばせて戦っていくみたいな、ちょっとトリッキーな戦術が必要になってくる。まあ、第三陣営みたいな形の羊族、うん、と、まあこんな感じが獣ポリスだよ。なるほど、なるほど、楽しい。ごめんね羊さん。いいよ、許してくれた、うん、ありがとう。なんだこれ仲良し動物ランド結構ね、そのルール自体はもう全然一回やれば分かりやすい感じで、の割に結構ね、その戦術がね、これは考えることが多いぞ、意外と、ね、意外と最初のね、ドラフトも結構気を使うな、うん、確かに感覚的なゲームかと思いきや、うんうん、そう、感覚的に全然プレイできるんだけれども、うん、極めようと思うと結構戦術も練れるっていう、うんうん、確かにね、なんかいつチェンジするかとか、そう、ね、重要だよ ね重要だね、うん、っていうところが楽しめる獣ポリス。ゲームマーケットに出展するあの今回のゲームマーケット一番の注目作と呼ばれている。なんと、あの獣ポリス。まあ結構ね、その面白いからね、これぜひともね、やってみてほしいんだよ。本当に。3人から6人で楽しめる。幅広い、うん、ゲームなので、もし皆さんよろしければぜひということ。まあ以上ね、獣ポリスのプレイ動画でした。はい、これいくらだっけ、2500円。そうです、これがなんと2500円で、安い。おー、今なら2個買うと、なんと5000円で、安い。なんと3個買うとなんと7500円。おちょっとすごい。じゃあ4つ買ってしまうと1万円で、うわー、ま
まあ、あの利用用と保存用と布教用と鑑賞用です。あ、4つないとね、始まらないから、始まらないから、ね、もう獣ポリスの箱で獣ポリスやるぐらいの、そうだね、めっちゃ可愛い、何個集めるんだろうね。まあ、確かに絵柄すごい綺麗で可愛いから、うん、そうだ ね普通にコレクションするかもしれないね。可愛い、ぜひ36個買っていただいて。鬼畜ゲーム。まあやってみてくださいということで、それでは、ここまでのご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。うらつわくわくドイツゲーム実況プレイ、チャンネル登録、マイリスト登録よろしくお願いしますにゃー。 YouTube の チャンネル登録、マイリスト登録よろしくお願いしますにゃー。 Twitter のフォロー、 Facebook のいいねもよろしくお願いしますにゃー。 YouTube の動画にコメントを書いてもらえると、うだーくのメンバーがコメントを開始するにゃー。それでは次回もお楽しみにゃー。はい、メイヤー先生どうですか。かわいい。いいんじゃないですか。なんかちょっとニャーのところがハモっててよかった。すごいところを聞いてくれた。メディアブレブレブレな。